DSPDS。 Hey guys, my dad, 今日あったね、別荘に来てるってことはね、別荘をね、破壊してきてね。僕がね、まああんまつかないと思うんですけど、もう始まってます。ちょっとジェイソン見てやる。凄まじい音がしますけど、今ね、お風呂を解体してます。まあちょっと危険なんでね、将来的にはなんかあのホテルにあるようなシャワールームを置きたいですね。おお、すごいすごい。うわ、そんな感じで取れさんがね、お風呂結構やってくれましたね。うやばい。かけないでね。バイオハザードみたい。やっぱね、壊して正解だね。なんなの壁。モルタルじゃない？オルタナ？オルタナじゃない？オルタナか。で、いつかはね、なんかサンルームを作りたいんですよね。そう、だからポップとポラが一番過ごしやすい環境にしたくて、ちょっとね、リフォームを考えてるんですけど、こうポップがね、上で遊べて、ポラがこう走り回れるような環境で、で、サンルームでね、休める感じで。はい、ちょっとね、好感度を上げるためにね、動画内で差し入れ上げてたんです、まあ、動画は回ってなくてもやってますけどね。なんでかというとね、僕ね、引っ越しでバイトしてた時あったんですけど、やっぱね、差し入れないお客さんとかね、車の中でみんな言うんですよ。なんであいつ差し入れないんだっていう。そうなの？あるある、言う絶対。で、大抵引っ越しとかだと、もう真夏とかさ、割に合わないから、まあ、差し入れ上げるのがなんかマナーになってたりするんですよね。だからそういうのなんかやってたんで、あげる感じ。まあ、気持ちですよね。お願いしますよって。はい、ではね、ここキッチンね、天井全部ぶち抜きたいと思います。天井をぶっ壊す。天井をぶっ壊して。感じですね。料理はするけど後片付けしない。We'll be right back.
い、なんだあれ、え、え、ちょっと蜜、蜜出てますよ。何の蜜ですかあれ。カブトムシ来ちゃうじゃん。なんかね、天井がね、綺麗なんですよね、ログハウスみたいで。でもな、樹液が出てるよ、木から。で、この木がね、すごいんだよね。これ。すごくないですか？でかくて。かっこいい。かっこいいのに、こっち違うよね、なんか木が。え、一緒でしょ？一緒？うん。でもかっこいい。こっちも太くね？うん。はい、って感じでね、お邪魔虫やったんですけどね、まぁ、ちょこっとお手伝いできたんじゃないですかね。はい。まあ、床以外になんか結構良さげになりそうなんで、こうログハウスみたいなね、綺麗なね、なんかホテルっぽいね、キャットドッグハウス作っていきたいと思います。なんかこういう家がいいとこあったらね、アドバイスお願いします。てかですよ、アドバイスよ。 PDS 株式会社チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。